斉藤道三、斉藤道三、利政、斉藤道三、利政は、戦国時代の武将、美濃の戦国大名、道三流斎藤氏初代当主。名としては、長井の秀、ひで、郎、永長井秀達、新九郎、斉藤利政、新九郎、道三などが伝わるが、書状などに現れているのは、藤原、長井の秀、斉で、藤利政、道三などのみである。 美濃の真虫というあだ名でも知られる。父は、松並正五郎、または、松並はじめしゅ術、子に、吉達、孫四郎、龍元、龍十、紀平寺、達行、龍正、李隆、李隆、玄馬助、長龍、李京、李寺、日、行、明覚寺十九世住職、日、佐都常在寺六世住職。また、長井道都は、 長い年孝、美濃目再起の子で道知の弟、部家時期とも、または道知が若い頃の子であるともされる。娘に、姉が孔子頼綱性室、貴重、呂姫、織田信長性室など、北条総運らと並ぶ下国城大名の典型であり、名もない境遇から、僧侶、優勝人を経て、ついに戦国大名にまで成り上がった人物だとされる。数を用い、蔵は、 美濃の戦国領主として、天文23年、1554年まで君臨した、後、吉達へ家督を譲ったが、ほどなくして吉達と議絶し、工事2年、1556年4月に、長良川下畔で、吉達軍に敗れ、討ち死にした。近年では、岐阜県市返産の過程で発見された、古文書、六角上帝上書者によって、 美濃の国取りは道三十一代のものではなく、その父の長い新左門城、別名、宝蓮坊、松並正五郎、松並昭九郎西村勘九郎正俊との不死二代に渡るものではないかという説も有力となっている。月国城によって戦国大名になり上がったとされる斎藤道像の人物像は、江戸間永年間成立と見られる師匠、美濃国初級期などにより形成され、 坂口安吾、海音寺長五郎、芝良太郎らの歴史賞で有名になっていた。しかし、1960年代に始まった岐阜県史編纂の過程で大きく人物像は転換した。編纂において、春日明一郎氏所蔵文書、後に春実力氏所蔵文書の中から A63 年1560年7月付の六角上定書者が発見された。この文書は、 大見守護、六角義方、上帝が家臣である平石、我も後ウに当てたもので、前欠であるが次の内容を持つ。同文書の発見により、従来、道十一代のものと見られていた、いわゆる、国取物語は、新し左門の城と道造の親子二代にわたるもので、ある可能性が高くなった。父の新し左門の城と見られる長古文書からも、検出されており、 大英六年、1526年6月付、東大寺定主下校注文、筒井博清氏所蔵文書書集及び、大英八年2月19日付、幕府武行人法書案、秋田藩最終古文書書集に、長井新在文書の名が見えている。一方、道蔵の資料上の書室は、天文2年、1533年6月付文書に、見える、藤原則秀であり、 同年11月26日付の長井影広、長井だし修練書上にもその名が見えるが、真偽のほどは不詳である。以下は、通説として、かつて知られていた一大器としての道三蔵で叙述する。明王三年、1494年に、山次郎特二軍西岡で生まれたとされてきたが、青年については、永常元年、1504年とする説があり、 生誕地についても諸説ある。美濃国初級記によると、先祖代々北面武士を務め、父は松並左近正元奇襲といい、事情によって、老人となり、西岡に住んでいたという。日造は幼名を、峰丸といい、十一歳の春に、京都明覚寺で特度を受け、宝蓮坊の名で僧侶となった。その後、法廷であり、学友の日、森坊、南陽坊が、 美濃国厚見郡、今泉の城在寺へ住職として赴くと、高連坊もそれを契機に原続して、松並正五郎、正九郎ともと名乗った。油問屋の奈良や、マタベの娘をめとった正五郎は、油城人となり山崎屋を称した。大英年間に、正五郎は、油売りの行商として成功し評判になっていた。美濃国初級期によれば、その商法は、 油を注ぐ時にローオートを使わず、一分線の穴に通して見せます。油がこぼれたらお題はいただきませんと言って、油を注ぐ一種のパフォーマンスを見せるというもので、美ので評判になっていた。行商で成功した、正五郎であったが、ある日、油を買った時家の矢野という武士から、あなたの油売りの技は素晴らしいが、所詮商人の技だろう。 この力を武芸に注げば立派な武士になれるだろうが、惜しいことだと言われ、一年発起して、商売をやめ、槍と鉄砲の稽古をして、武芸の達人になったという。その後、武士になりたいと思った正五郎は、美の城在寺の日、森棒改めにチを頼み、美の仕事騎士小守五代の長井長広家臣となることに、成功した。五郎は、長井家臣西村氏のを継いで、 西村勘九郎正俊を称した。勘九郎はその武芸と再覚で次第に頭角を表し、時守護の次男である、時頼りのりの信頼を得るに至った。頼りのりが、兄政、大、頼りとの家督相続に敗れると、勘九郎は密かに策を講じ、大英七年、1五百二十七年八月、正頼を川手城に吸収して、越前へ追いやり、 よりのりの死後に大きく貢献した。よりのりの信任厚い勘九郎は、同じくよりのりの信任を得ていた、長井長広の除去を拡作し、協力三年、1530年正月内し天文二年、1533年に、長井長広を不要席の角で殺害し、長井新九郎騎手を名乗った。この頃、時よりが反撃の機会を伺っていた。この頃、 政頼はすでに死去している、可能性が高い。天文4年、1535年には、頼リと共に頼住と激突し、朝倉氏、六角氏が加担したことにより、戦火は、身の全土へと広がった。天文7年、1538年に、身の守護大の斉藤俊義が病死すると、その名跡を継いで、斉藤シ九郎とと名乗った。天文8年、 1539年には、巨城稲葉山城の大改築を行っている。これらの書伝には、父新左衛門路上の経歴も入り混じっている、可能性が高い。大英年間の文書に見える、長井新左衛門城が道造の父と同一人物で、あれば、すでに父の代に、長井氏として活動していたことになる。さらに、天文二年の文書に、藤原、 長井の秀の名が見え始めることから、道蔵が父から家督を相続したのは、この頃と推定されている。また、苦業、三条西兼高の日記にはこの年、道蔵の父が死去したとある。同年11月26日付の文書、岐阜県郡上市の潮流地蔵、岐阜市歴史博物館帰宅では、長井影博との連書で鹿を重んじる形式となっており、 道蔵が長井長広殺害の際に長井氏の仮名を乗っ取り長広の子孫に相続を許さなかったとする書伝を否定するものである。また長井長広の署名を持つ金星文書が協力三年三月付で発給されており少なくとも協力三年正月の長広殺害は御伝であることがわかっている。しかしこの御殿門三年九月付の文書、下言寺文書 藤原忠だし集生には道三単独の署名が現れ、それ以降、慶、弘氏の名がどの文献にも検出されないことから、この頃までに慶弘氏が引退、または死亡したと推定される。道蔵が慶弘氏を殺害したのかもしれない。また道蔵は長井宗家の名跡を手に入れていたのかもしれない。いずれも確証はなく、今後の研究が待たれる。 天文十年、1541年、利政による、時頼光、頼則の弟の毒殺が契機となって、頼則と利政との対立構想が開始した。一時は利政が、窮地に立たされたりもしたが、天文十一年、1542年に利政は、頼則の居城奥和城を攻め、頼則とその子の次郎、来次を終わりへ追放して、 事実上の身の酷使となったとされている。こういった行いから楽手が作成され、それは、主を切り向こうを殺すは、身のお張り昔はおさだ今は、山城、主君や向こうを殺すような荒行は、身の破滅を招く。昔で言えば、尾張のおさだた今なら、美野の,の、斎藤山城森と姿勢であろうというものであった。しかし、織田の武での講演を得たよりのりは、 先に追放され朝倉高影の庇護を受けていた。よりずみ、これ以前にその父生来は死去していたと推定されると、連携を結ぶと、両者は、時市の美の福壁を名分として、朝倉氏と織田氏の援助へ、美濃へ進行した。その結果、よりのりは、伊比北方城に入り、よりずみ、あるいは聖太のも生存し、行動を共にしていたかもしれないは、川手に復帰した。 天文16年1547年9月には、織田信秀が大規模な稲葉山城攻めを仕掛けたが、利政は牢城戦で、織田軍を壊滅寸前にまで追い込んだ、加納口の戦い、ただし時期には異説あり。一方、頼住も同年11月に病死した。この情勢下において、利政は織田信秀と和睦し、天文17年1548年に、 娘の機長を信秀の着し、織田信長に嫁がせた。機長を信長に嫁がせた後の聖徳寺、現在の愛知県一宮市富田で会見した際、うつけ者と評されていた信長が、多数の鉄砲を護衛に装備させ清掃で訪れたことに大変驚き、斉藤俊正は信長を見込むと同時に、家臣の井野小平助に対して、我が子たちは、 あのうつけ、信長の門前に馬をつなぐよう、家来になると述べたと、信長後期にある。この和睦により、織田家の講演を受けて、年政に反逆していた、相場城主長屋慶京や伊比城主伊比光、親らを滅ぼし、さらに、伊比北方城に泊まっていた頼りのりを、天文21年、1552年に再び、尾張へ追放し、美濃を完全に平定した。 天文23年、1554年、としは家督を、この斎藤義達へ譲り、自らは、常在寺で、低発入道を遂げて道蔵と号し、詐欺山城に隠居した。しかし道蔵は義達よりも、その弟である孫四郎や、喜平寺らを偏愛し、ついに義達の敗着を考え始めたとされる。道蔵と義達の不和は顕在化し、工事元年、 1555年に吉達は弟たちを殺害し、道蔵に対して拒兵する。国取りの経緯から道蔵に味方しようとする旧、時計化診断は、ほとんどおらず、翌工事2年、1556年4月、17,500の兵を率いる吉達に対し、2,500の兵の、道蔵が、長良川下半で戦い、長良川の戦い、 娘婿の信長が援軍を派兵したものの間に合わずに、集荷的せず、戦死した。去年63三、戦死する直前、信長に対して、美濃を譲り渡すという遺言書を信長に渡した。道蔵は義達を、無能と評したが、長良川の戦いにおける、義達の采配を見て、その評価を改め、後悔したという。道蔵の首は、 吉達川についた急進の手で、道三塚に手厚く葬られた。なお、首を打たれた際、乱戦の中で、い、上等を勝る、長い道勝ちにより花もそがれたという。道蔵の墓所は、岐阜県岐阜市の城在寺にあるほか、道士の道三塚も道三墓所と伝えられている。城在寺には、道蔵の肖像や、斎藤山城印などが所蔵されている。現代に至ると、 岐阜の町づくりの基礎を成した道蔵の遺徳を忍び昭和47年1972年から岐阜市にて毎年4月上旬に道3祭りが開催されている。なお岐阜城内に展示されている土3の画像には信長しつき神の文字が確認される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。